タイの空港にあるインターネットキオスク。キーボードとポインティングデバイス付きインターネットキオスクは、街頭あるいは駅、空港、ホテル、商業施設などの公衆の場に設置されているインターネット接続のための情報端末。電子キオスク、またはキオスク端末の一種でパーソナルコンピュータとは異なり用途はほぼウェブ閲覧に限定される。 公衆電話のように効果を投入して、有料で利用するものが多いが、施設によっては無料で利用できるマルチメディア型の端末もある。公衆電話式のものは、専用のモニターに効果を投入して、専用のウェブブラウザで一定時間だけウェブを閲覧する。キーボードとポインティングデバイスが付随するタイプのものも、ある。公衆電話と一体になっているものや、 あるいは携帯電話の普及により公衆電話が撤去された後に設置されたものが少なくない。日本で普及しているのは東洋電子工業株式会社が製造・販売しているアットステーションでモニターに配置されている課金機に効果を投入してキーボードとマウスで専用ブラウザを操作してウェブを閲覧する。料金は10分管理用で100円。ありがとうございます。